皆さんはこんな困りごとありませんか？けんちゃん、ご飯ですよ。今日のご飯はね、全部ドロドロして食べやすくしたから食べれるかな。くよ、あーん、あ、丸飲みちゃん、ちゃんと食べて、もぐもぐの練習だから、もう一回もう一回、あーん、やだわ、全然もぐもぐしてくれない。どうしたらうまくいくのかな。7から8ヶ月頃は舌と上顎で押しつぶして食べることが目標になります。一品は押しつぶして食べるものを用意しましょう。もぐもぐしないようであれば、潰しすぎ、刻みすぎの可能性があります。6ヶ月頃まではベロの動きが前後運動しかできませんが、7ヶ月から8ヶ月ぐらいになってきますと上下に動かせることができます。ですので食べる時に上顎と舌を使って押しつぶし食べ、これ押しつぶして食べることができるようになってきます。柔らかさの確認は親指と薬指で簡単に潰せれば OK です。食材によって大きさに変化をつけましょう。柔らかく煮た芋や大根などを3ミリ角程度に刻み、これを使って舌で潰す練習をしましょう。繊維の多い青菜はハードルが高いので、刃先のみ柔らかく茹でて細かく刻みましょう。スプーンを口元に持っていき、口を開けたら前の方にスプーンを入れます。でスプーンを引くときは水平に引きます。よくありがちな上の方に引くと唇を使わずに食べることになり、唇の力がつきません。最後までご覧いただきありがとうございます。皆さん、離乳食作りの参考になりましたか？